はい、洋館まで、進んだんですけれども、続きやっていきたいと思います。扉を開けてムービー入った。ん？扉がロックされた。閉じ込められたという感じですかね。はい、ちゃんとロックされて、こっから他の道を探すということですかね。ここが開かない。天宮に座する星の王たちを正しき位置に導け、さすれば地下への道は開かれるだろう。天宮に座す星の王、星座ですかね。星座のことを言ってるんですかね。これね、謎解き要素がたまにありますけど、まあこれでしょうね。4枚のオブジェが沈められている。自由に動かせそうだ。はい。ん？ああ、多分これが星座を表してるんでしょうね。これは天秤座、獅子座、双子座、角生えてるか、何あったっけ？羊かな？子羊座かな？これを早い順に並べてくってなると、ちょっと調べよう。はい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 。双子座、獅子座、天秤座、お羊座かな。これで決定。何も起こらなかった。ん？もう一回やろう。あ、一番右のやつこれ。牛か。お牛座か。分かりづら。ってことは一番最初がお牛座、双子座、獅子座、天秤座か。これでどうだ。お、来ましたね。地下への道が開かれた。いや、もともと何を思ってこれを家に組み込んだ。